そうですよ。昨日吉田議員がね、紹介してくれたコラボ、ね、まあ、コラボイコールすべてがもう男女共同参画予算に関わっているということではありませんけれども、例えば男女共同参画予算等をね、防衛費に全額回すっていう、そういう発想があったっていいわけですよ。大変申し訳ないけれども、男女共同参画議論というのは、まあ、必要だという形にしたといたしましてもですね、国家が存在しなければ、その上にこういった男女共同参画議論も存在しないわけでね、やっぱり優先順位からするとね、ここは一つ防衛費だろうと。まあ、差し引きで増税なしで防衛費を17兆円できるぞ、岸田ってことで、闇の熊さんがね、お叫びになられていらっしゃいますけれども、まあ、こういった予算の組み替えとか、埋蔵金を探す、まあ、全体のことについて、ちょっとコメントいただけますか。コラボのことも含めて結構ですよ。はい、まあ、この、まあ、闇の熊さんね、まあ、非常にインフルエンシャルなユーチューバーでいらっしゃるけど、こういうふうに言っていただいてね、ありがたいですよ。いや、この、ツイッター探偵団でも、長尾先生も私も、ずっと同じようにご指摘申し上げてきたのは、安全保障こそが最大の福祉であると。国家、そして国家の主権、そしてその国民を守れるだけの実力を持って、そして実際に国民を守り通すこと。まず命。そして、まあ、身体。そして、まあ、財産。そして、付加的に様々な表現とかいろんな自由を確保できる。政府の批判もできる。何もできる、何もできるという、国。これを守ることが最大の福祉なんですよね。この国を守れなくて、なんとかかんとか、でもこの人が貧困だとかですね、この人の、まあ、権利がどうこうなんていう、もうそれはそれで大事だけども、その前提として、国民全部の命と自由と権利が守られるという国の安全保障、これが崩れたら、その個別の人の権利とか、もう、個別の人の権利どころの騒ぎだけで、すべてが失われてしまうわけですから、もう一旦そういうもの、二次的なものはストップして、脇に置いて、とにかく国家、国民を守れるようにする、そこに予算を振り向けるのは当たり前のことなんですよね。いや、だからもう、本当にね、まあ、岸田内閣、そしてまあそれを支える霞が関の官僚、そして、まあ法案を審議する国会、まともになってくれと思いますね。本当ですよね。まあ、大体ね、まあ、この辺の議論をすると、まあ、炎上の入り口に、スタートラインに立ってしまうことが、まあまあまあありますけれども、ここは揚げ足取られないようにね、きっちりと押し返していかなきゃいけないなと思っております。4番お願いします。カッパさん、昨日か一昨日も、まあ、取り上げさせていただきましたけども、選挙終わるまでの増税の話はしませんっていうのは、まあ、こう取られるっていう部分っていうのは、ちょっとやっぱ本意じゃないですよね。いや、まあ、多分そういう誤解のメッセージを政治の側がちょっと上げてしまっているというのがありますので。もちろん選挙で自民党は勝つ予定、その後は大増税という話です。要は国民をバカにしているわけです。独自、防衛費財源、税外収入基金化へ法整備、来年度は増税せずと。まあ、基金化への法整備っていうのは、昨日も一昨日も、あと私、12月の3日で、3日の CPAC でも同じことをちょっと提案したんですけども。まあ、安倍政権の時にはあんまりなかったことなんですけど、菅政権と岸田政権になって、基金がすごく増えてるんですね。今回もね、50ぐらい基金が確か補正予算で組まれているんですけども、まあ、特にこういった防衛費の財源については、防衛基金というような形でね、新たにやってみると。ですから、毎年11兆円ずつ積み上げていくんじゃなくて、今、例えば、外為特会に38兆円から40兆の剰余金があるわけですから、まあ、一気にもう30兆ぐらいね、積んだらいいんですよ。ただ積んだことによっていつもあるですね、会計は1年で完結しなきゃいけないっていう妙な不分率がありましたね。企業なんかだったらね、完全にね、繰り越してね、剰余金はまた次の予算に繰り入れってことをやるんですけど、国の予算っていうのは全くそういうことをやらないっていうのがなんか妙な原理原則になってるんでね、まあちょっとそういった議論もね、国会議員の皆さんにちょっと盛り上げていただきたいなと思います。はい、本件吉田議員、あと付け加えることはありませんか。大丈夫ですか。いやこれだからその選挙が終わるまで増税しないっていう、まあいうふうに、まあ、やっぱり読み取れるようなね、でそれは多分本音として事実なんでしょうけど、いや本当にそういうことが国民に知れればやっぱり国民がふざけんなと、やっぱりバカにしてるよねというふうに思います。で、思っても言っちゃいけないっていうんじゃなくて、そういう考え方じゃだめでしょと、根本的にその考え方だめですよと思いますね。そうですね、はい。統一自治体選挙、もう来年の4月ですけど、中野区はどうでしたか。いや、もう私も含めて、改選期で、もう今の時期だんだんやっぱり、はい、中野区、統一自治体選挙に向けてのなんか空気感というのは変わってきました。いや、もう今、もう竹縄というか、もう中野駅北口なんでですね、もう場所の取り合いで、皆さん4時からやってますから。へえ、なるほどね。始発からです。はい。吉田議員も今、立ってらっしゃる。実は私はまだちょっとそこまで突っ込んでなくて、みんなに、お前、余裕かましていられるのかって叱られて、すみません、はい、余裕はかましておりませんっていうところです。はい、中野区の中で、駅っていくつぐらいあるの？駅はですね、10ぐらい、10いくつかあって、口で見ると20口ぐらいあるのかな。中野駅が北口、南口あって、北口、南口あったりね。そうそうそう。口数でいくと20ぐらいあるかなって感じですね。ああ、なるほどね。はい、まあ、視聴者の皆さんもね、それぞれお住まいの地域に、議員が駅に立ってね、チラシを配ってたり、あるいは地声で挨拶をしていたり、また拡声器を使ってね、マイクを通して演説をやっていたりとか、まあ、いろんなパターンがありますけれども、まあ、あれはね、やっぱり、あ、なるほど、あいつ、今日もここに立ってるなと、いうようなね、まあ、こう姿をさらすっていうことがメインでありましてね、ただまあ、意外とね、駅に立つ側からすると、ちょこっとでもね、頑張ってねとかね、応援してるよとかいうような、ほんのちょっとしたね、一言でね、もうがぜん、元気になったりしますんでね、ぜひ皆さん、視聴者の皆さんのご自宅の周辺でね、そういう議員や、あるいは統一自治体選挙に向けてね、取り組みを始めている人たちをぜひ激励をしてあげていただければありがたいなと思います。はい。22時30分になりました。これ以降、チャット欄はメンバー登録者の皆さん限定ということにさせていただきたいと思います。アンケート現在637票頂戴しておりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。そして、次はですね、6番参ります。日本版マガジン付き法案の件ですね。哲也さんのツイッターです。立憲松原仁議員が日本版マグニツキー法案を国会に提出している。高市早苗氏はこうした法案の制定に前向きの姿勢を見せている。正しく必要な法案であれば、たとえそれが野党案であろうが、しっかり国会で審議すべきだ。私は松原仁氏を微力ながら応援していると。まあ、一連の人権問題の件ですけど、吉田議員、ちょっとコメントいただけますか。はい。まあ、昨日もですね、ある、人権担当補佐官の話が出ましたけど、その人、全く姿が見えない中でですね、やっぱりこの哲也さんなんかも、本当は保守政党として自民党さんに期待して応援している、方ですよ。という方ですらですね、立憲の、唯一の良心といえる、松原仁さんが、一生懸命この日本版マグニツキ法案をやってますよとかですね、こういうことを本当にやってる方についてはもう我々はというか、ちゃんと評価し、こういう人もいるんですよと、変な党にもと。で、そしてちゃんとした党にも、なんか役職まで与えられて、なんだか全然動きが見えない人もいますねと。ここでは我々は正直に客観的に言わざるを得ないわけですね。で、高市、大臣が、この問題、一生懸命やるというふうに、意思表明されているということで、とにかくこの両者に期待してですね、仕事をやるべき人はちゃんと仕事をやってくれというふうに思いながらですね、日本版マグニツキ法、なんとか絶対に通さなければ、もう世界の恥だと思いますね。そうですね。ちょっと野党に対しては、ちょっと失礼な物言いになっちゃうんですけれど、例えばマグニツキ法を国会に提出したんですよね、立憲はね。ただ、多分これはもう毎回毎回、廃案なんですよ。で、野党は法案を提出しても、まず成立に至らないので、出すことが一つのアピールと。残念ながらこれはもう国会の現実ですよね。ですから出していただくことは非常に大事だと思う。ただマグニツキ法を出すということは、その前提として、議会が、議員立法ですよね、これはね。議員立法においては、衆議院と参議院が、あるいは政府・与党が出す閣法であれば、政府が。そういった中国による人権侵害が存在しているという事実認定をしているということが前提になると、こうやってね、やっぱり本当、松原仁さんもじくじたる思いでいらっしゃると思います。もう野党の提出法案というのは、大体廃案になるのがもう常です。そして政府が、議会が事実認定をしていない以上、法案が廃案になるということはね、知ってて多分戦ってくださっているんだと思いますね。1にも2にも法案の前に事実認定をしっかりするというところで、今も頓挫しているという状態でありますんでね、在野から文化人放送局をご視聴いただいている皆さんの手でね、我々の手で世論をね、やっぱりもっともっとね、盛り上げていかなきゃいけないなと思います。